にゃっちゃよ、ラジオです。そうで、今日もやっちゃうんですけど、あ、ちょ今日もやっていくんで、あ、もうこれでいこうかな。今日もやっちゃうんですけどでいこうかな。たまたま出たけど、これでいこうかな。ってことで、今日やっていくのはね、テスラクロスですね。ってことでいきましょう。で、多分サムネかタイトルにあると思うんですけど、テスラクロスね、今、ずーっと勝率、使用率1位なんですよ。これが、勝率っていうか、ポピュラーな、なんだろう、人気なデッキみたいな感じで、もうずーっと1位なんですよ。人気率。とか、マルチで、ちゃんと安定して結果残してるデッキみたいな感じでね、ずーっと上にいるの、このデッキが。ねえ、皆さん、納得し、できますか？僕はできません。全くもってできません。っていうことでね、たまにはね、橋渡らない系のデッキもね、使って、防衛クロスバシバシ立てまくって、相手をね、イライラさせてやろうかなと思うところなんですけれども、よいしょ。はい。で、こうやってね、適当にテスラを先に立てて、防衛して、相手が今、ポージョン使いましたねと。で、ナイトも切りましたねと。はい、相手の手札今、アイスウィズもないです。呪文しかないです、相手の手札。はい、これ、チャキ。終わりです、これで。多分、何かしら。なるほどね。それは無理。ライドラは無理。なので、ここは、ちゃんとね、防衛していくという形を取っていきます。よいしょ。で、これ、破裂でね、持っていけるので、はい。はい、起動して、ノーダメと。ボケーこらーって感じで、やっていくんですけど、もうね、とりあえずクロスはね、防衛今、ポイズンでしたね。ポイズンアイスイズトルネで、スキャイスピンみたいな感じなのかな、知らんけど。はい、ってな感じで、防衛クロスをね、立てていきます。で、ポイズンなんでね、ここら辺に寄せていけばね、当たらないんかな、確か。はい。で、防衛、ここでポイズンを打たしてれば、次のね、攻めクロスが刺さるよって感じで。で、回転的にね、相手はもう間に合わないので、ここら辺にね、アイスゴレをね、ぶん投げていって、テスラ置くだけです。簡単です。このゲーム。はい。ってな感じで、はい、やっていきます。で、これ高めにテスラを配置して、両サイドのね、ホグに対応できるようにしていきます。で、よいしょと。いう感じで、ここら辺はね、許容してあげて、2周目、チャキと。はい、終わりです。これでもうね、すべてが終わってしまいます。よいしょ。はい。で、これでライドラがどうせ来るので、高めにテスラを立ててあげてね。はい。ライドラちょっと鬱陶しいんですけど、ここら辺ね、5で飛ばしてあげれば、終わりかなと。よいしょ。はい、終わりー。で、これでホグが来るので、アイスピを構えてあげて、はい。で、ここら辺でね、投げてあげればね、終わりなんじゃないかなと。はい、これでキング打ってきました。もう相手のメンタルオールデッキですね。はい。ということでね、テスラクロス、俺が全く使うイメージないだろうけど、俺が使っても強いんですよ。ってことはね、どういうことかって。もう俺、今まで、このね、クラロワ人生でクロスね、10回ぐらいしか使ったことないです。はい。なんですけど、俺でも使えるってことは、つまりね、そういうことなんです。今、昔のね、一昔前のクロスは、ちょっとね、使える人しか使えないみたいな、そんなイメージあったと思うんですけど、今のクロスはね、誰にでも使えるので、ぜひね、手軽に触ってみてください。本当にね、ペッカ工場より簡単かもしれないですね。はい。なんで、サバーカとかだと、クロス使ってね、12勝とかできちゃうんですよ。俺でもできちゃうんですよ。12勝が。ってことはね、皆さん、誰でもできます。はい。ということで、やっていくんですけど、個人的にクロスのね、ポイントとして、テスラを先に置くですね。上手い人の、共通点なんですけど、結構。テスラを先に置くんですよ。ペッカ相手とかの時に。うん。なんで、テスラをね、バシバシに、クロスよりも先にね、テスラを、置くかなっていう。で、あともう一つはですね、慣れてない人に限って、俺もそうなんですけど、防衛クロスと立てがちっていうね、そういう傾向にあるんですね。はい。なんで、もうバシバシ攻めっ気で、もう攻めっ気ムンムンで、ムンムンでいきましょうって感じですね。で、これはとりあえず真ん中アーチャーしていき、カウンターですね、ここで。で、これはウッド使わずにアイスピだけで防衛と。さすがにこいつが来たんで、ウッド打ちましょう。はい。という感じで、これでもうチャキッと終わりです。これで。ワンチャンインドラとか来るんですけど、構えてあげて、はい、アウトローですね。で、これで、これスケだけでいいか。はい。で、あとはディガーでしょ？で、スケバレってことは、まだ耐える。このタイミングぐらいかな。なんか来る。はい。オッケー、来た。来たけど、よいしょ。はい。そのクロスを防衛してくるタイミングって、今俺がこのタイミングかなって言ってて、いや、お前クロス使えるやんけって思った人もね、今ね、少なからずいるかと思います。なんですけど、クロスって、
今迫撃で相手守ってきたじゃないですか。でユニットをなんだろう、その防衛クロスの防衛に出したユニット、まあ、アイゴレでもナイトでも今みたいに何でもいいんですけど、その迫撃でもね、受けてくるユニットが死にそうになった瞬間に次のユニットが追加されるっていうね、そういうあるあるがあるんですよ、クロス防衛あるあるが。そう、まあよくその自分がね相手の立場になってみれば多分わかると思うんですけど、クロス防衛あるあるなんでね、それが。はい、よいしょ、残んなかったな思ったより。よいしょ、あーミスターやべ、あーウッド、次がウッドならこれやってもよかったんですけど、ウッドもないのにねこれやっちゃうとね、もうねおバカさんって感じなんですよ。まあこれテスラで処理&あのスケバレ落下させる運動ですね。はい、でアーチャー配置してスケで、まあまあいい感じにスケいらんかったな。でまあこれでとりあえず今ね、あの押され気味なのはね多分誰が見てもわかるん で、あの迫撃を立てられる前に迫撃相手は防衛クロス立てちゃった方がいいです。はい、って感じでこうやってやると相手はねこうやってスケバレとかで攻めるしかなくなるので、そこら辺をねあのうまく守ってあげれば、よいしょ、で防衛クロスを延命させてあげると、もうこういう感じでね、あのまあ、テスラもこれ穴掘り受けできるんでね、この位置上手い人、俺も上手い人を真似してるだけなんで知識とかなんもないですね。はい、なんでまあ、これよいしょ、よいしょ、あーなんだよ、まあまあまあこんな感じでね、とりあえずここにテスラ立ってると上手い人は立てるんですよね、リガ相手の時に。なぜかっていうと、はい、リガーが飛ばしにくくなるっていう、よいしょ、まあこれで一回せいせいせいって感じですね。これ多分ずれてるんだよな、あれ位置だから多分あの迫撃が、よいしょ、何かをね置かないとね、あの来ないんですよ迫撃が、って言おうとしたら来てたっすね。よいしょ、これアーチャーかアウトローが来ると思うんで来ないんですよ、俺も来ないと思ってました。はい、オッケー、終わり、うれー、こんな感じですね。はい、で次に来るのがまあスケバレとかかなっていう感じなんで、これもまあ、スケバレは落下ダメージもあるんでね、ここは抑えないでいいかな。うん。で、置いてあげて。いや、もう誰にでもね、しかもね、クロスのいいところって、あの、うまそうに見えるんですよね。はい。それがね、一番俺好きなところです、クロスの。うまそうに見える。そう、なんかこうやってやってるだけで、結構うまそうに見えるんでね、おすすめです。やめろ。OK。もうこれなんか来そうなんでね。はい。ファイブ打って、2周目回していきます。IGG。ちょ、今ダメージ把握しなくてできなかったけど。まあ、こんな感じでね、細かいの全く使わない。もうね、26とかね、ちょっと難しいんですよ。なんで俺にはちょっと使えないんですけど、今クロスのカードパワーがね、単純にね、高いんで、この誰でも使えます。はい。ということで、どんどん行きましょう。なんで、今一番強いデッキなんだって言われたら、もうね、プロが多分全員口を揃えてクロスボウですって言うんで、しかもクロスボウって極めると、ゴレとかジャイにも勝てるんですよ。てか、ジャイ使いの人がみんな口を揃えて、まあ、テンゴットとかも言うんですけど、クロスに対してそんな相性良くないって言うんですよね。ただ、よく見えるようなだけで、まあ、単純にね、セミクロスボウに対して、ハシマイジャイで勝てるじゃんって思うから、俺も言ってたんですけど、ね、やっぱ防衛クロスボウがね、硬すぎて、あとテスラが強いんですね、単純に。なんで、突破できないらしいんですよ。はい。なんで、これ逆サイクロス、攻めクロスでよかったな。さっき俺が言った、下手な人ほど防衛クロスを立てるっていう、それが出ちゃいましたね。まあ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 、そんな感じで。よいしょ。まあこれは、からので。ちょっと読みザップが怖いんで、この辺で。OKOK。で、次にスパーキー、ガゴムレが出してきて、相手手札2枚だけかな、使ったの。うん。スパーキーガゴムレですね。ってことは、枯渇系の大型呪文がないゴブジャイスパーキーかなっていうのはね、まあ、容易にわかるかなと思うんですけれども。はい。で、これで、この防衛クロスの位置はですね、非常に効果的で、相手の、やっぱね、大型ユニットギリギリまで、事前に入ってくるギリギリまで打たないっていう、ね、スペシャルな防衛クロスになってますので、ぜひ皆さん真似してみてください。はい。とりあえず、攻め5を打って、
で、これね、このボーイクロスの位置ね、一見ミスったように見えるんですけど、この位置ね、次の攻めにつながるんですよ。次の攻め、ここら辺にクロスを立てることによって、非常に有効です。使ってみてください。皆さん、ぜひ。はい。って感じで、もう壊れちゃうんですけどね。はい。まあ、相手がこのボーイ、はい、見てください。この突き網、防衛できます。まあ、この大井側の、スケアミセパーをしたときに、大井側のね、スケアミが若干処理しにくいなって思ってる人ね、結構いると思うんですけど、若干処理しやすくなります。なんで、これちょっと怖いんでね、読み呪文が。はい。で、今、ちょっとキョスケがあるターンなんで、端前やっても、どうせキョスケ出されて、ボーンされるんで、これは防衛クロスをね、ちゃ切っていきます。で、この2マスを、やばデッキやべえやん、さすがに。はい、これだけで今アイスピを出してスケを出しただけなのに、これだけでちょっとうまそうに見えます。これがね、クロスボウマジックって呼ばれています。なのでね、とりあえず、はい、で俺キョスケのバックはもうね入れません。これからこれで来るんでね、やつらがこれ一回タゲリセ入れたらね、これもうクロスに打たれまくるんですよ、こうやって。はい、で一回打たせて、でこれでアイゴレがね打たれなくなるんで、やばい、やばい、やめろー！あー。オッケーオッケー。うまい、うまいアーチャー見せます。はい。2回タゲ取れるんですよね。うまくアーチャー出したら。って感じで、最後ね、まあ、ここら辺にね、防衛クロス出してね、よろしくって言っとけばね、相手がカリカリするので、ね、ぜひやってみてください。普段クロス使わない人は、なんだよ、このクロスは、じゃあ、自陣に陰キャ防衛クロスしか出せないくせには、初手リプ行くぜってなると思うんですけど、ね、そういう人もね、今、実際使ってみると、なんだろう、結構ね、いいですね。はい。なんで、あと、楽しいです。単純に、いつも橋渡ってるんですよ、俺。橋渡らない族ってよく言われてるんですけど、このデッキは。橋渡るんでね、いつもペッカとか出して橋渡ってるんですけど、たまにね、こうやって橋渡らないデッキを使ってみるとね、案外面白い。で、しかも使いやすい、強い。はい、ってことでね、使わない理由が見当たらないんで、皆さんぜひね、今ずーっと強いんで、クロスボウ。で、なんかあんまね、ずっと強いってね、みんなね、言ってるのに、下放される気配がないんですよ。なんで、まだ参るんじゃないかなと思ってるので、ぜひ皆さん、使ってみてください。ということで、今日の辺で終わります。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。あれですね、今、毎日投稿頑張っております。昨日ね、夜中の2時に上げちゃってね、まあ、寝るまでが毎日ということでね、昨日夜中にちょっと上げたんですけど、今まだ毎日投稿続いててね、プロ期間中もね、絶対リーグ期間中ですね、毎日投稿続けたいと思ってるんで、もしよければね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで今日の動画で終わります。バイバイ。